はいどうも、バチクソに寝坊した社会人です。まあ多分もうどう頑張っても仕事には間に合わないと思うんで、一旦落ち着いて朝ごはんを作っていきましょう。皆さん朝と言ったら何を食べたいでしょうか。はい、そうです、白子ですよね。まあせっかく時間もできたんで、じっくりと下処理からやっていきましょうか。まあタラの白子っていうのはだいぶ独特な香りがしますので、まずは臭み取りからやっていきます。まあペロッと舐めてみていい塩梅だなくらいの塩水を作りましたら、そこへタラの白子を投入しまして、あとは冷蔵庫で1時間ほど寝かせておきます。で、白子はもうなるべく新鮮なものを選んじゃってください。パッと見真っ白で綺麗で、ひだがしっかりとしていて、ドロッと溶けていないものがもう最高ですね。まあその点私が今回選んだものはまあちょっと怪しいですよね。まあでも大丈夫、力が足りなければドーピングすればいい話、うちのおじいちゃんも言ってました。というわけで、寝かせてる間だいぶ暇になりますので、白子をパワーアップさせるために野菜の出汁を取っていきましょう。一応材料はこんな感じですが、種類さえだいたい合ってれば多少量は変化しても全然構いません。玉ねぎや人参のヘタも使いたいんで捨てずに取っておきましょう。普段から野菜くずとか冷凍でストックしておくと、こういう時に使えて便利ですね。玉ねぎは短時間で味が出やすいように、繊維に対して垂直にスライスしていってください。人参は皮がついたままで大丈夫ですので、半分にパカッと割りましたら、玉ねぎと同じようにいい感じにスライスしていきましょう。味が出やすいようにネギの頭も半分にパカッと割りまして、あとは爽やか要因で少しレモンも入れておきましょう。まあここでオレンジとか柚子とかのちょっと別の柑橘類を使ってみるのもそれはそれでいいかもしれませんね。あとはパセリの軸とかセロリの葉っぱとかあるといいですね。今回トッピング用でサラダセロリ買ってたんで、そいつを使ってます。詳しい材料とかは概要欄にもまとめてありますので、よかったら覗いてってください。野菜を鍋に突っ込みましたら、ひたひたより少し多いかなぐらいの水を注いで、少し塩も振って火にかけていきます。まあ本当ちゃんとしたクールブイヨンを作るってなったら、水と一緒に白ワインも結構ドバッと入れたりするんですが、まあちょっと諸事情によって白ワイン切らしちゃってたんですよね。まあでも全然水だけでも十分美味しいです。まあクールブイヨンっていうのは魚介類の下茹でにも使うような爽やか系の野菜だしになります。ワインがなかったので少し酸味控えめですが、まあ使える幅は広がったのかもしれませんね。グツグツと沸いてきましたら、アクを取って、あとは弱火でコトコトと30分間加熱していきましょう。さあ、いい感じに野菜がくたっとしましたね。まあ、最終的な塩加減はまあ薄味くらいに決めといてください。あとはザルとかを使って野菜をこしてあげれば完成です。まあ、白子を寝かせてる間に簡単に作れちゃうんで、よかったらぜひ作ってみてください。で、野菜の出番はここで終わりになるんですが、まあもったいないなって方がいると思いますんで、はい、食べちゃってください。まあ言うてちょっと味の抜けたゆで野菜みたいな感じなんで、しっかりと水気を取ったらグラタンやパスタ、ポテトサラダとかに混ぜちゃってもいいんじゃないですかね。さあ、そしたら時間になりましたので、白子を掃除していきましょう。まあなかなか水が濁っておりますので、一旦綺麗なやつに交換しておきます。で、白子の一体何を掃除するんでしょうかってことなんですが、こう裏の方を触っていただくと分かりやすいと思います。結構えげつない筋があるんですよね。まあこいつを包丁やハサミを使ってこうクイッと引っ張って現れる範囲で大丈夫ですので、取り除いていきましょう。だいたいこのでっかい筋を取り除いちゃえば、あとは手でも簡単にちぎることができますので、掃除が終わりましたら、おなじみのちょっと大きめ一口サイズぐらいに小分けにしておいてください。さあ、そうしましたら、先ほど取っておいた野菜だしを鍋に戻しまして、火にかけて軽く沸いてくるくらいまで加熱していきます。周りがふつふつとしてきましたら、超弱火に落としまして、あとは沸かないくらいの温度で白子をだいたい3分ほど加熱していきましょう。まあ70度から80度くらいですかね。あとすいません、このローリエ先ほどブイヨンに入れ忘れたんで今突っ込んでます。そして未だにローリエ使うたびに、公園の落ち葉で代用できますかってコメントしてくるやついるんですが、おめすかそのマジでぶっ飛ばすぞ。あとは出汁につけたままの状態で鍋ごと氷で冷やしちゃいましょう。この間もじんわりと火は入れつつ、冷めていく過程で野菜の味もどんどん染み込んでいきます。まあ食べたい分だけ出して、あとは冷蔵庫で保存しちゃってください。まあ翌々日ぐらいまでには食べきっちゃいましょう。で、今回すぐ食べたいんで、とりあえず2つだけソテーにしちゃいますね。もう野菜の出汁で茹でてありますので、そのままポン酢で食べたり、先ほどの野菜と合わせてグラタンにしてみたりと、お好きな食べ方で食べちゃってください。とりあえず油が跳ねないようにペーパーを使ってしっかりと水分を取り除きましたら、全体に軽く塩を振って、あとはまんべんなく粉もまぶしておいてください。
さあそしたらフライパンを火にかけて温まったところへバターを投入します。まあ、これ以前作ったガーリックバターを使ってますね。まあ、普通に刻んだニンニクとバターを使っていただいて大丈夫です。しっかりとバターが溶けて軽く泡立ってきたところへ白子を投入してください。火加減は弱火と中火の間をフラフラするような感じですかね。まあ、あんまり強いとニンニクが焦げてしまうんでそこだけ注意しましょう。いい感じにこんがりと色がついたらくるっと返してください。いや、えげつないほどのいい香りで部屋が満たされています。裏の面も軽く色づきましたら OK です。いやー、これ箸でつかめないくらいのプルプル具合ですよね。いや、最高ですよ。で、白子が焼けましたら火を消して、で、フライパンまだあったかいと思うんでそこへ醤油を小さじ2分の1ほど加えて香りを立たせながらソースを作っちゃいましょう。あとはお皿に盛り付けて、ちょっと爽やかにカットレモンやサラダセロリなんかを添えてあげれば、野菜の旨味をぎゅっと内側に秘めつつバター醤油でバチッと外側を固めた、そんないい感じの白子のムニエルの完成です。まあ白子の旬ももうそろ終わってしまいますんで、新鮮なやつを手に入れたらぜひ時間を作ってお試しください。仕事を捨てる価値は十分あると思います。では今回もご視聴いただきありがとう。では今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価ボタンご利用しした後、 Twitter やインスタ覗いてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おかけになった電話は